レドモンドタウンセンターはレドモンドにある商業施設とオフィスを備えた複合型の施設である。シアトルの北東約 19km に位置する JSH プロパティーズが運営する屋外型の複合施設である。敷地面積は64,635平方メートルで約120点の商業施設と延べ床面積55,800平方メートルの オフィススペースで構成されている。1997年に長年使用されていなかったゴルフ場を利用して開業した。マイクロソフトやニンテンドオブ・アメリカなどをはじめとした多くのハイテク産業関連企業があるレドモンド市の中心部にあることから昼間は市内だけでも7万5000人を超えるビジネスマンやビジネス旅行客、市内の居住者などの客層が対象となる。 周辺の証券人口は約49万人で、彼らの平均世帯年収は約12万ドルである。世帯主の約半数は学士及び収支取得者であり、また世帯主の45%以上は年収10万ドル以上という恵まれた証券に位置している。レドモンドタウンセンターにある、メーシーズレドモンドタウンセンターにある、 マリオットタウンセンター主要なオフィススペースは3階から5階建ての6つのビルで構成されている。西側の3棟は AT&T によって、東側の3棟はマイクロソフトによって使用されている。またマリオットホテルの西側にある小さめのビルには、レイクワシントンスクールディストリクトの管理事務所が入居している。ありがとうございます。